さゆり様以上から激励賞が届いております。58キログラム契約3分3ラウンドで行われます。さて注目の18歳笠原優希、今日の相手はタイからやってきましたムエタイファイタールートチャイオーセンスクです。始まりました。まずは第1ラウンドです。サウスポーに構えています黒いロングスパッツの笠原優希です。さあ大江さん、はい、注目の18歳笠原が来ましたね。来ましたね。いや本当期待がね、優希にはかかりますよね。このジュードボクシングの一番の強みは若い世代の10代の若い世代の台頭ですからね。そうですね。もう今エースと言われるカイトの次はこの笠原と言われています。そうですね。今年はもう3試合やって負けなしなんですよね。強いですね。この笠原優希の戦い方、大江さんはどういう点を一番評価されてますか？ボディストレート。やっぱりパンチの硬さがね、今ねシュイザージムの浅草にはボクシングトレーナーがいるんですけども、はい、このトレーナーが入ってからパンチが硬くなったんですよね。硬いっていうのはその、まあ、打ち方やバランスとかフォーム全部含めですね、カチッというパンチ打てるんですよね、はい、だそういうパンチに対してはやっぱり対戦相手ダメージ強いんですよ、うん、なので、まあ、シーザージムの浅草選手全般言えるんですけどパンチが変わったんですよね本当に。あ、そうですか。だそれに勇気はこのサウスポーから蹴りも長い蹴り打てますから、はい、この辺を含めて本当に将来楽しみな選手ですよね。今日も序盤からパンチで試合を組み立てます笠原優希です。前手を出しながら出てきました左のボディストレート、今日はこのボディストレートを対応しますね。そうですね。一方のルートチャイはミドルキックです。この右のミドルを切ってきます。まあ、ムエタイ選手なんて、はい、まあ、硬さももちろん持ってますけど、序盤1ラウンドなんかゆっくり相手の様子を伺いますよね、はい、ただまあ逆に日本人選手はそこがチャンスですね。あ、左笠原がボディストレートから右フック、やっぱり必ずその左の後に右を返すでしょう、はい、ここがいいですよね、本当に素晴らしいバランスを持ってますよ。いいバランスです。強いパンチです。今このボクシングトレーニング、まあ、磨きをかけているという笠原のパンチです。あ、右。このルーチャイもこれ9月にマックスメーターのチャンピオンになってますね、はい、58キロです。そうですね。87戦のキャリアを持っていますルートチャイです。年齢もまだ19歳で若いですし、今日はこの右のミドルでまずは笠原の腕を狙ってますか。おっと、これはスリップです。あ、ダウンです。ダウンです。ダウン。失礼しました。まずはダウンを取りました笠原です。前蹴り、距離を保っています笠原。ルーチャイはこの右のミドルキックで組み立てたいんですよね、はい、ただその距離に合わせてその打ち終わりとかでどんどん中に入ってきますから、はい、この中に入る力が大きいんですよ、この力が大きいので、ここでゴング、第1ラウンドが終了。右のルーチャイの右のミドルキックを下ろした時にはもう勇気のパンチが飛んできてますから、これはなかなかルーチャイには厳しいですよね、はい、まあ、それだけ笠原の動きパンチが速いということになりますか。もちろん速いですね。バランスがいいんです。踏み込みがいいんですよね。パンチも速いですし踏み込みがいいんですよね、はい、なかなかこれね踏み込みっていういいパンチ持ってても踏み込んでいかないとなかなかその強いパンチって当てられないんですけども、勇気、まあ、まあ、浅草選手みんなそうかな、シーザージム選手はね本当にその間合いの技術上手ですよね。さてオープンスコアシステム、ジャッジは3名とも10対8笠原とつけています、まあ、ダウンを取りましたのでこれは10対8というのは当然ですね。ジャッジは2ポイントの差を3名ともつけています。そして第2ラウンドを迎えます。さあ第2ラウンドが始まりました。今日はパンチが冴え渡っています笠原、黒いロングスパッツ、ジャブから左のストレートを狙いに行きます。プレッシャーをかける左、ワンツースリーフォーと固めます。
ミドルで返すルートチャイ。いや右のねルチャイ右のミドルはいいの持ってるんですけど、そこから先がないんですよね。でもしかしたら今日、まあ、今日は禁じ手になってる肘を使う選手なのかもしれませんけれども、はい、ただこの右のミドルは強いので、はい、そこはいいんですよ、そこはいいんですけど、その先がないので、はい、組もないですよね。中間距離を保ってしまうと、はい、勇気のパンチがどんどん当たってきますよ。なるほど、うん、確かにこの右のミドルはありますが、ここから先がまだ続きません。そうなんです。追い詰めます。いや、笠原がいいプレッシャーかけてますよね。ムエタイの攻防ではこの右のミドルキックからその蹴り合いになるでしょうから、はい、もうポイントの取り合いという中ではムエタイの中ではきっと、まあまあ、有効なんでしょうね。取ってますからね、はい、すごくいい試合するんでしょうけどね。ただこの先がないとこのリングでは勝てないですね、はい、あくまでもこれはシュートボクシングの試合となります。まあ、ポイントにはならないわけですよ ね、 そうですね、はい、ただ勇気の左脇腹腕ばっかですよ。そうです、ね、蹴りは強いんですよ、はい、あパンチ効いたか左お固める。効いてます効いてます、はい、顔効いて顔面効いてますよ。顔面狙います。笠原がまたミドル強い蹴りですね、左腕がもう真っ赤になっています笠原。そうこの蹴りを食らい過ぎてしまうと左のパンチが弱くなってきますから、はい、ただまあ勇気には右フックもありますからね。ただ蹴りは腕で食い続けない方がいいですね、はい、ちょっと厳しいですねこれね、真っ赤ですよ足腕が。追い詰める。逃げ、ナイスフック。そして前蹴りです。突き刺すような前蹴り。笠原左の手がかなり赤くなっています。相当なミドルキックをもらっている。これどうですかね、もっと距離に、距離詰めたいんですかね笠原は。まあパンチでいきたいんですよね。ただちょっとパンチ一辺倒になってるんで足を少し使いたいですね。蹴り技を使ってから、はい、その2ステップ目のパンチにの方が相手も要するに技を散らされることによって当たりやすいですねパンチがね、はい、なので何か足をちょっと1つ使いたいですよね。残り時間が10秒を切っています。組んだ状態どうやらこのまま第2ラウンド終わりそうです。おっとコテゴング今終了間際右のパンチが当たりました。ゲオジャイです。失礼ルートジャイです。どうでしょう第2ラウンドをご覧になって。まあ勇気のまあ、強引なパンチの攻め、これに対して右のミドルキックを合わせて強いに入れてるんですけど、いかんぜん蹴りの数が少ないですよね、はい、強い蹴り持ってるんだったらば右の蹴りをもうちょっと今の倍以上出すことによって勇気の侵入をね防ぐこともできると思うんですよ、はい、あと前蹴りも入れていけばね、そうですね。だからその辺をこのセコンドが指示としてちゃんと与えているのかというところですよね。あれだけ前に出てくるんですからムエタイのセオリーからすると前蹴り欲しいですね。前蹴り打って右の強い蹴りでそしてそれでも強引に出てくる勇気に対して組むと、はい、で膝強い膝、こういう組み立て欲しいですよね、はい、で対人にアドバイスしてもしょうがないんですけど、ただ勇気はこのままいってほしい。ただ足を少し使ってほしい。その方がパンチ当たりますよ。パンチに傾いてますかね。パンチで仕留めたいならば逆に足を使うことでフィニッシュに持っていくことができますよねパンチでね。そして最後のラウンドです。もう少しこの足技が欲しいという話がありました笠原勇気。今右のミドルキックを足でブロックしましたけど多分ダムさんに足上げろって言われたんだと思いますね。おーハイキック伸びますね。ルートチャイのこのハイキック右のハイキックです。ルーチャイここ前蹴り打たなきゃね。そうハイキック右のキックの前に前蹴りを打てばいいんでしょうけど、そう勇気が固めて、うん、そう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 勇気はね前回9月のポンチャン戦の時にね本当に2ラウンドまでまあ、試合を常にコントロールしてパンチも当ててたんですけど、はい、3ラウンドちょっとね流したんですよ、そういうところで前回の経験を踏まえて、はい、今回は手を休めませんね、うん、右ただちょっとね
荒い、はい、荒いというところが怖いです。顔が上がってます。だからもうちょっと丁寧に、はい、慎重に、まあ、慎重じゃなくてもいい、落ち着きながらも荒い攻撃もいいんですけど、ただフォームをちょっと気をつけてほしいですね。顔がちょっと上がってるので、カウンター、もしこれパンチある選手だったらカウンター取れる可能性もありますから。さあ左に回って、そしてまたキック蹴りを狙ってるんでしょうか、ルトジャイ。このルチャイはこの3ラウンド通してほとんどパンチを使ってないですよね。そうですね、右のミドルだけですよね。当てたいですよね。そのパンチがあまり得意でないのであれば、勇気、はい、は中に入って、固め打ちしたい。これも気持ちは分かる。ちょっと降りたか、はい、さあ仕留めに行くか、仕留めに行くか、仕留めに行くか、レフェリーはダウンとか、スタミナです。いやー、固め打ちしてきましたから、ここで勝負かけましたね。聞いてますか。聞いてますね、はい。パンチ、この磨いているパンチで下向きです。パンチで下向きです。うわー、クリーンヒット、止めたか、止めました。うわー、ノックアウト、クリーンヒット、止めたか。最後はラッシュをかけました笠原、勝負どころを逃しません。いや、大江さんいかがですか。最後固め打ちしましたね。固め打ち、いや、あのね、いや、まあまあまあ、あのすごいですよ、すごいんだけど、すごいんだけど、ちょっと荒かった。あ、うん、だからもうちょっと冷静に、冷静じゃないね、フォームをね、はい、綺麗なフォームで、いった方が、これで、これで今もノックアウトを覚えると、またパンチある選手に対しても同じようなフォームでね、行った時にカウンターをもらう可能性がありますから、はい、うん。だから今日は見事でしたね。相手のパンチもなかったですし、思いっきりいけたんじゃないですか。肘もなかったですからね。そうですね、まあ、かなりあのミドルキックをもらってしまいましたが、それでも最後のラウンドはもう磨いてきたパンチで勝負をかけました。